初代ゴリラ NVP1 ゴリラはパナソニックが発売するポータブルカーナビゲーションシステムのシリーズペットネーム三洋電機の登録商標にもなっている持ち運びが可能なポータブルナビとして日本国内市場における PND シェアは2008年時点で約50%とトップである現在では量販店向けの通常ラインナップに加えジャパネットタ傾け専用モデルや オートバックス向け専用モデルも存在している。なお、発売当初は、産業電機が発売、同社司会社産業テクノソリューションズ鳥取トリが開発、製造を行っていたが、産業電機がパナソニックの完全子会社となったため、2011年6月発売モデルから、パナソニックオートモーティブシステム社に関し、パナソニックブランドとして発売する。これに伴い、バンも NV から、 c n へ変更同社でこれまで扱っていたストラーダのポータブルモデルストラーダポケットはゴリラに統合され廃止となった。なお商標に関しては引き続き山陽電機が保有しておりカタログ等にはゴリラは山陽電機株式会社の商標または登録商標ですと記述している。1995年に初代モデルである NVP1 が発売された。価格は14万8000円。3 3ト型液晶モニター、GPS レシーバー、CD ロムドライブ、地上アナログ派テレビチューナーをすべて一体化した。このモデルには、その形状が動物のゴリラの頭部に似ていたことから、ゴリラの愛称が付けられ、以降このネーミングが現在まで続いている。なお、一輪の CD、 MD チューナーの一部機種にもゴリラという愛称がついていた時期もあった。1997年の NV-50 からは自動車のダッシュボード上に置いて使用することを前提にしたチルトアップモデルにスタイルを変更し2000年の NVDVD1 ではドライブを DVD ロムとしたものも登場。2003年には HDD を記憶メディアとした NVHDD500。 2006年には SSD を搭載した NVSD10T が登場するなど時代に合わせた進化を遂げている。一時、大画面モデルにはデカゴリラ、SSD 搭載の小画面モデルにはミニゴリラの名称が使用されていたが、現在はすべてゴリラで統一されている。そして、三洋電機がパナソニックの完全子会社となったことを受け、2011年6月からゴリラは パナソニックのポータブルナビゲーションのペットネームとなり、すでにパナソニックで展開しているストラーダとの住み分けを行うため、これまで展開していたポータブルモデルのストラーダポケットを在庫金商品に移行後廃止し、同時期から発売する新モデル13機種からパナソニックとしてのゴリラの展開を開始した。合わせて採用電気製ゴリラのうち二千八年以降に発売したモデルに、 ついては、事前登録により、パナソニックが、ストラーダユーザーを対象にした、サービス、ナビカフェを利用できるようになった。三洋電機では、PND タイプに加え、インダッシュ取付型のオーディオ一体型ナビゲーションも、発売している。名称は以前は、MM ナビと称していたが、現在は、ゴリラシリーズの一つとして、AV ゴリラの名称で発売されている。 ゴリラの名前を関さないものを各自動車メーカーのメーカーオプション、反射のディーラーオプションとして OEM 供給している。本校ではパナソニックブランドで発売されている機種を述べる。GP、GL シナバン及び MC02D はカー用品店向け、SP、SL シナバン及び MC02L は家電量販店向けの機種である。なお、一部機種は 取り扱い点が異なるだけで機能は同一の機種が存在する。大画面7ボルト型搭載モデル。2011年モデルは使用により、スタンダードモデルフルセグモデルに振り分けられていたが、2012年モデルでは、山陽時代の愛称だったデカゴリラをデカゴリラ7として復活させた。IPX5 等級相当の防滴性能を備えるとともに、 取り付けクレードルも同梱した自転車対応モデル。車載型との一番の違いはバッテリーの持ち時間である。常に外部より電力を供給可能な車載型の場合、内部バッテリーのみではカタログ値でもせいぜい2時間が限度で、これでは自転車のツーリングには適さない。本製品の場合バッテリーの容量を増やし、フル機能の場合でも3から4程度の時間の使用に、 耐えるようにしてある。この他、位置情報のみの表示にしたり、ディスプレイのバックライトをこまめに消す機能を加えることで、もうバッテリーの持ち時間を数倍に伸ばす方法も選択可能である。しかしながら本製品はナビ機能や音声ガイダンスなど、本来外部より常に十分な電力を供給する想定で、ソフトのプログラムが組み込んであり、ハードの機能が設定されているためバッテリーのみでの 長時間使用には必ずしも適さない。また地図も自動車用のものが元になっているため、自転車専用道路などを映し出せない場合もある。バッテリー使用のみを前提とすると、山用の製品の場合数十時間の使用に耐えるのが一般で、電池も市販のものを使える製品もある。モードを切り替えることで車や徒歩で移動する際にも使用可能。パナソニックの GPS カタログより、 ガーミンのカタログより、ありがとうございます。